前回のレアフードカーニバル見ていただけましたか？知ってるけど食べたことない食材や次世代を担う昆虫食まで幅広い食材ばかりだったな。普段関わらせてもらってる方や今回初めて共演させていただいた方のおかげでこのチャンネルの存在を多くの方々に知っていただいた嬉しいきっかけになったぜ。そして今回はそのザリガニで動画1本分こするってこと？そうだぞ。このチャンネルは長い動画は不向きだからな。本当はもう1本引っ張りたかった。素直で好きなのだ。そんなわけで今日はザリガニの前菜を作っていくぞ。もう美味しいって分かったから怖いものないね。でも前回のエンドでエビの方が美味しいってお前友達いなそうだよな。それじゃ前回同様殻を剥いていくぞ。剥いたぞ。コラボじゃなくなった瞬間雑になってるって。ここで一応湯通しするぞ。食用とはいえザリガニだからな。可能な限りのリスクヘッジはしていけ。氷水で締めるんだな。この後ペーパーで水気を切ったらマリネしていくぞ。うぷ主マリネ好きだよね。簡単だし他のことできるからな。定番のオリーブオイルをじゃなパパッと切ったレモンをぶちゅー。それでいいな。うざすぎて中身出てきてる。うつ主だけになったのか。全然派手でっぱタートルネックじゃないのだ。このくらいじゃないと割に合わないのだ。イメージと違くて悪かったな。でもあんまり中の人出すのマイナスイメージな気が。面も出せねえやつの意見は別に響かねえな。コバエとそういないだろ。今日はそういう日なんです。許してやってください。別にそんなことな。お前黙ってろ。パパッと切ったレモンをぶちゅー。今日それ担当なん。ハンドブレンダーにかけてアボカドのムースを作るぞ。また洒落たものを作るようで。どうしてアボカドなんだ？ザリガニの色と体色だからだ。緑なら何でもよかったけどな。せっかく僕を使うチャンスだったのに。ああ残念残念。今回は僕も前向きにずんだを提供する気分だったのにな。こういうやつってどの時代にもいるよな。試供品不正が。クソ口悪いやついたぞ今。こんな感じになったら塩胡椒で味を整えてくれよ。今回も一段と動画短くなりそうだな。前回から引き継ぎの動画みたいなとこあるから同じのダラダラ見せるよりいいでしょ。俺もそう思う。仲間できた瞬間元気じゃん。それで盛り付けるぞ。ザリガニのボケの完成だぞ。ザリガニの身に乗ってるやつ何？少し前に作ったエスカルゴバターだな。毎度同じ食レポの時間なのだ。僕の食レポにコアなファンがいるってまことしやかに言われているのだ。それじゃあいただきます。おー、ニンニク、アボカド、ザリガニの味がするのだ。こいつの食レポまことしやかなまま消滅してくれ。クリーミーなアボカドのムースにエビの食感と鼻から抜けるニンニクの香りがめっちゃいいって言ってるよ。次からあいつと交代しなよ。次回は親子丼の予定だから楽しみに待っててな。次回予告なんて珍しいな。少しでも引きつけないと離れちまうからな。悲しいな。酒用意して待ってろよ。それじゃあまたな。